はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、車検の方を通してきてた車店頭に出すように言って、今最後の仕上げやっております。こちら、はい、ガクト、おはよう。おはようございます。おはよう。今日天気いいから仕事やりやすいべ。やりやすいですね。な、いい天気で。まずくてちょっとまずいくらいでもちょっとな。いや、ちょっと、いや、だいぶ暑いです。汗かいてるおめえ。汗かいてます。どれ？お、汗かいてる、汗かいてる。いいな、ちゃんとちゃんと働いてる証拠です。はい、な、頑張って働け。はいはいはい。これ、日産デイズ25年式かな、24年式だったかな。とりあえず、内装外装仕上げをして、あとは店頭に出せるようになっております。こちらの日産デイズ、展示前に外装がね、ちょっとしらっちゃけてるっていうかね、汚かったんで、ガクトに磨き入れてもらって、展示するようになりますね。車検2年付きぽっきり30万円での販売予定でした。はい、日産デイズ、まあ、まず今日の夕方までにはネットアップとかも店頭の方に値段出しも全部できるかと思いますんでね。はい、ぜひぜひ気になる方、夕方には、ネットの方に上がってるかと思います。はい、それとこれ、スズキのパレットですね。これは来週お客様の方に納車のご予定の、スズキパレットですね。今日 ETC の取り付け依頼、受けてたもので ETC の方取り付けさせてもらう予定でした。ピースで、なんだ、 ETC も取り扱い、まあ、自分のところでセットアップはできないんですけれども、取り付けぐらいはできるんで、ほんで、あのね、いつで無事でね、いつもお願いしている、車の電装屋さんの方に、セットアップ依頼って形でやっておりましたね。 ETC 取り付けピースでも対応できます。まあ、ただ自社で取り付けするのは軽自動車とか、あの、比較的その取り付けばらしやすいやつしかやらないんですけどね、あまりこう複雑な車の時にはもう、あの、お願いしている電装屋さんの方でもう丸投げして外注って形でやってもらうような感じですね。はい、あともう一台こっちのスペーシア、クイズでーす。これね、ありがたいことに昨日ご制約の方頂戴いたしました。ありがとうございます。こちらのスペーシアの方も、ETC の方を、取り付け依頼ということで受けましたので、本日取り付けさせていただきます。よいしょ。こんな感じでバラしてね、電源取って取り付けしていきます。はい、はい、それと、またまたアルミホイールの、ちょっと今月末にアルミホイールドカーッとね、買い手屋さんの方から入れてもらう予定なんですけれども、ハイアルミ、ちょっともう再利用するのにも傷みが激しかったりするような、あのアルミホイールは、今日ね、もう潰してこようかなと思います。こういう風な在庫管理もね、やっぱり定期的にやんないと、なんだ、これはまず潰します。それとタイヤ付きのやつで、このね、今ね、アルミのこの潰しっていうのが値段が非常に高騰しておりまして、ピースでもアルミホイールの買い取り、ちっちゃいやつだとなかなか金額ちょっと出づらいんですけども、大きいやつであれば、まあ、あの、ボロボロの状態のアルミホイールでも潰しの買い取りで、まあまあ金額の方が出る感じですかね。まあ、この辺のやつ、こちら今からね、15インチとか17インチとかうちでね、潰しで入ってきたやつなんですけども、こちらタイヤの方向いて、アルミホイールの潰しってことでやってます。まあ、アルミの潰し買い取りピースでもぜひぜひご相談いただければやっております。まあ、もちろん再販売用の買い取りなんかもね、やれるのはやれます。あとこれだ、今日ね、あ、昨日か、昨日こちらのすごい奇抜なライフ、めちゃくちゃ色がね、このしらっちゃけちゃってるんですけど、この、まあ、白とかもなりやすいんですけど、ホンダのこの黄色いやつって多分こういう風になっちゃうんだね。でもこの辺ちょっと磨き入れた部分わかるかな、磨いてない部分とね、磨き入れるとめちゃくちゃ綺麗になります。こちら
で、ちなみに氷バンキンさんのとこでここのところへこんでたから、サイドステップここのところへこんでたのね、バキン塗装でお願いしました。綺麗に仕上げてあります。平成21年式のホンダライフです。また5万キロ手前ぐらいのやつで、外装がねちょっと今この白っちゃけ立ってる状態なんですけど、もう車検自体も通してきてて、今日楽譜の磨き、さっきのデイズの後できるかな、できればこれも磨き、ね、内装外装仕上げの方やって、あとは点灯出しができますね。21年式の5万キロのライフ、まあ、これもポッキリ30万円での販売の予定でしたね。キバズだよね、本当にこの色キバズ、まあ、色をねあと磨いてからどこまで戻せるか、せっかくだから動画で戻ってる時のやつ撮れれば撮りたいな、ね、なんせすごい今日変わりますよこれ磨き入れるとね、まあ綺麗に仕上げてもらいます。今日土曜日です。めちゃくちゃ気持ちいいね、天気がいいわ、ね、こういう時はさ外仕事はかどるね本当に。タイヤとかもさ、なんだろう、むやみに厚くないし今日さ、だからタイヤとかあの整理するのにもちょうどいいね。やっぱこう仕事やってる上でさ、あの作業してるところ汚ねえとね仕事はかどんないんで、段取りがね大事です、ね、しっかり段取りしていい仕事できるようにね。まあどうしてもねやっぱ工場の中とかもね、あのちょっとゴミとか溜まっちゃったりしてね、ぐちゃぐちゃになっちゃりするんだけど、まあ定期的に掃除の方しながらやんないとなと思ってやってます。あとこの辺の車たちも、これね前仕入れてた車、これも新しいムーブ入ってるんですよ、こちら。これも25年式、平成25年式のムーブです。新しいね、こんなのも入荷してました。ちゃんと行くぜ。また来週からね仕入れガンガンしようと思ってはいます。このねこれピースのストック在庫場っていうかストック置き場なんですけども、一時よりねだいぶ減ってますね、だいぶ減ってピースなんだ。今は店頭に値段がついてる車まで100台ちょっとぐらいかな、あとストック在庫の方を合わせて100台と200台ぐらいになってるのかな、200台までないな今な、うんね、来週あたりのオークションも買えんだかどうだか、むやみに高く買ってきてもね損するだけになっちゃうから、うまく値段の折り合いさえ合えばバンバン仕入れていきたいなと思ってます。結構このストック在庫もねいいの結構あるんですよね。この辺のライフとかもいいよね。このオッティ RS だけかな、これこのライフかっこいいね、エアロ組んであって、これエアロっつうかこれ純正モデューロとかのやつなのかな、よくわかんねえけど多分、ね、あとミライフとかも入ってるんですこれね。あと私のおすすめのゼスト、こいつらもどん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 仕上げていかないと、ゼスト、ね、いろいろあります。あとこっち側これ解体車なんですけどね、解体車なんかもあのこっち側向いてるやつだ、こっち側向いてるやつはみんなこれ解体です。もう何が売り物で買いたいか分かんないかもしれないんですけどね、似たような車種なんで、まあ、やっぱり状態が全然違うですね。まあ外装の傷みはもちろんですけれども、走っててもうミッションから異音が出てたりとか、異音くんところをね、デフオイル漏れだったりとか、まあこういう風に事故車だったりとかこういう ねあります。めちゃくちゃ悩ましいのもあるけどね、この辺のムーブコンテとかだって、これなんて書いてあったっけかな、あ、これも事故車だ、事故車これね、こちらぶつけてってことで、もうここポーンっていってて直せないことはないんですけどね、でもなんかな、やっぱりコストがかかりすぎちゃうよね、多分内側も床も入っちゃってるし、こうなっちゃうと、うん、ね、交換すればいいってもんじゃないもんね、この辺も歪んでんだこれ、こういうの手直しね、まあ多分やる気になれば手直しできんだろうけど、でもな合わないもんな、見た目悪いしね、中途半端な手直ししてさ、なんか歪みがある状態で販売もしたくないんで、
まあ、ああいうのは、まあ、まあ、スクラップ買い取りってことで入ってきてるやつですけどね。そんな感じになります。スクラップです。ピースでね、今のそのスクラップ買い取り、パーツ取りに使ったりするんですよ。先ほどの車たち、ね、今の買いたいところのやつらなんかをですけども、パーツ取りに使ったりするんで、なんだ、仮走行だったり、車がね、さっきみたいなぶつけである事故車であっても、パーツ取りとしての買い取り対応もできますね。まあ、ものによって、再利用、なかなかね、使いづらいパーツ、なんだ、再利用のできづらい車もあるんで、ものによってはね、ちょっと買い取りが難しいかななんていうのもあるんですけど、まあ、でもできる限り、まあ、うち基本的にもう、同じような、ね、車種ばっかり取り扱ってる感じなんです。なんで、今、軽自動車であれば、大体買い取り対象になってるかな。まあ、普通車ももちろん。ね、普通車は逆にね、トヨタ系の車なんかだと、海外輸出なんかで値段がついたりもあります。うん、だからね、結局、まあ、不要な車、ね、もうさっきのアルミホイールなんかもそうだけどさ、今アルミの方が値段高騰してたりとかでね、不要な車ね、不要なアルミホイールなんかでもね、ものによってやっぱり買い取り対象できますんでね、どうしてもこの車屋というね、商売やってで売るだけが仕事じゃないです、ね、お客様の、ね、不要になったものの買い取りなんかももちろん仕事としてやらせてもらってますんでね、ぜひぜひご相談いただければ。いや、しかし今日本当に天気いいな。俺もなんか仕事何やろうがね、こういう日は、ね、外仕事がやりたくなりますね。本当にね、近日一緒にタイヤの向き替えでもやろうかな。まあそんな感じで、軽価格車専門店ピースね、軽自動車いろいろあります。普通車もちょいちょい最近は仕入れてますんでね、全部ね、軽自動車ね、点検かけて車検のを通して陸運局までテスト走行140キロ走らせてます。車検のを通して、しっかりと走れるもののみね、仕上げの方やってから点灯出ししております。何かございましたらご相談の方よろしくお願いいたします。バイバイ。